こんにちは。ご連絡ありがとうございます。即果塾のコブです。今回はですね、即果塾の、なんですかね、ちょっとテーマが大きいですね。地球温暖化についてのリスクヘッジですよね。まあ、即果塾ではリスクヘッジ、リスクヘッジっていう風に言ってるんですけども、その地球温暖化に関しましてのリスクヘッジはね、うん、まあ結論言います。何もありません。<laughs> で地球温暖化に関しては地球寒冷化じゃないかっていう風なことを言う人もいますんで諸説ふん,ふんなんですよ、ね、まあ温暖化に向かうにしても寒冷化に向かうにしても一直線ってことはなくてやっぱりこうギザギザとね上に向かうかギザギザと下に向かうかなんでどの瞬間を切り取るかによって寒冷化なのかあそれとも温暖化なのかってことが言えると思いますよね。基本的にはそうですねやっぱ氷河期ってのがあったじゃないですか氷河期から現在までを切り取ると温暖化と言いますよね。 <laughs> で地球創生から現在までを考えると地球寒冷化と言いますよね地球はどんどん冷えてますからだからどこで切るかによるんですよね。そして地球温暖化に対してのリスクエッジなんですけどもまあ小さい規模ね例えば地震もかなり大きな規模の 災害ですけども地震に関しましては住む場所を変えるとか国を変えるってものでリスクエッジができるんですけども地球温暖化とかね寒冷化にしてもそうですけども地球全体なんでちょっとこれはどうしようもないですねその中で私ができるリスクエッジっていうのは生きてるうちにしっかりと楽しんでおく後悔をしない人生を歩んでおく明日に、えー、ね引き延ばさないってことなのかなと思いますよね、まあ、この回答が精一杯ですです、はい、これからもよろしくお願いします